小ロシアあるいは小竜氏は、東欧の地名で、竜シ人の本土を指す用語で、ウクライナの旧称の一つである。14世紀にギリシャ正教会の行政概念として登場したものの、17世紀以降にロシア帝国の政治概念に変貌していった。20世紀初頭より、ウクライナの別称として用いられる。小ロシアの用語は、14世紀のギリシャの 聖職者によって作り出されたとされる。13世紀半ばに、キエフ大公国が、モンゴル帝国に滅ぼされ、その大公国の後継者として、ハール・イチ・ボルイーニ大公国と、ウラジーミル・スーズ・ダリ大公国が誕生すると、コンスタンディヌーポリ総主教庁に属した、従来のキエフ不主教区を分割するための前提が、成立した。ギリシャの聖職者は、二つの大公国を区分する、 必要性があったため、古代ギリシャの小ヘラスと大ヘラスの地域的区分を応用し、南西ルーシを小ロシア、北東ルーシを大ロシアと呼んだ。1303年、ハール・イチ・ボルイーニ大公国の君主の依頼に応じて、コンスタンディヌーポリ総主教長は、キエフ不主教区を分割し、北東、ルーシの地域で大ロシア不主教区、南西、 ルーシの地域で小ロシア不主教区を創立した。小ロシアは教会用語であったため、ハールイチボルイーニ大公国の呂陸長の諸大公による世俗の外交文書では用いられることがなかったが、呂陸長がタイトピスト朝に変わると、1335年にユーリー二世によって初めて全小呂シの公という称号の形で用いられるようになった。しかし、 1340年代に、ハール・イチ・ポルイーニ大公国が、ポーランド王国とリトアニア大公国の間に分割されると、小ロシア不死教区も廃止され、14世紀半ば以降、小ロシアの用語自体は、世俗界と教会界からも姿を消した。17世紀初めに、小ロシアという概念は、正教会のルーシ系聖職者の活動によって、蘇った。1458年、 モスクワの聖教会の独立に伴い、コンスタンディヌーポリ総主教長は、新たなキエフフ主教区を創立し、ポーランドリトアニア共和国に、聖教徒のルーシ人が居住する地域の統制を任せた。このキエフフ主教区は1596年のブレスト合同とルーシキーツ教会の創立によって一時的に解消されたが、1620年に復活した。このフ首教区復活運動に、 聖教会の聖職者は大きな役割を果たし、聖教徒の在住地域を小ロシアと呼び始め、ポーランド・リトアニア共和国における聖教会の団結力と聖教徒の自意識の強化を図った。1648年にポーランド・リトアニア共和国におけるフメルニツキーの乱が勃発し、事実上で、 ウクライナコサックのヘイチマン国家が誕生すると、その国家の外交に携わった、ルーシ系聖職者は、ヘイチマン国家を小ロシアと呼び、小ロシアを国語の同義語として、モスクワ大公国との外交文書で使用した。聖職者が小ロシアを流行らせた結果、1654年にペレアスラウ条約により、ヘイチマン国家がモスクワ大公国の保護国になった後、 モスクワのツアーリは、自らの称号を、ツアーリ並びに、大公、前代、小、白ロ,ロシアの主と改め、ヘイチマン国家との外交関係を司る、小ロシア省が設置された。その頃より、ウクライナコサックの国家の住民は、小ロシア人、彼らの言語は、小ロシア語と呼ばれるようになった。1667年に、ヘイチマン国家は、ドニプロ川を境にして、 モスクワとポーランドの間に分割され、小ロシアという地名の範囲は、モスクワの支配下に置かれた、ヘイチマン国家の左岸、左岸、ウクライナまで縮小した。1722年に、当地でのコサックのヘイチマン政府は廃止され、1734年までに、ロシア政府の小ロシア委員会は、コサックの統制を行った。その後、ヘイチマン政府は一時期に回復されたものの、 1764年に最終的に廃止されることとなった。このことにより、ヘイチマン国家は滅ぼされ、その代わりに小ロシア党官府が置かれ、サガンウクライナの統治を行った。1781年に、エカチェリーナ2世の命令により、ウクライナコサックの連帯制が廃止され、コサック身分が抹消され、コサックの領内で3つの大官治が設置された。 それらの大艦地は1796年に小ロシア県として統一されたが1802年にチェルニゴフ県とポルタバ県に分割された。18世紀末にポーランド分割によりロシア帝国の領土が西方へ拡大し小ロシアの範囲はウクライナ人が居住するウガンウクライナとボルイーニまで延長された。また19世紀初頭から小ロシアに スロボダ・ウクライナの地域も含まれるようになった。こうして、19世紀初頭以降、小ロシアは、ウクライナの西部、北部、東部、中部を指す地名となり、政治、経済、学術、文化の様々な分野で広く用いられるようになった。小ロシアの他に、南ロシアと南西ロシアという言葉も、ウクライナ人の在住地域を示す用語も存在した。しかし、 19世紀後半より、ウクライナの知識人、啓蒙家は、ウクライナ民族運動を起こし、小ロシアの代わりに民間に親しまれていた、ウクライナという用語を頻繁に使用し始めた。その理由は、小ロシアの意味の変化にあったと考えられる。本来の、小ロシアは、ルーシの本土を意味していたが、18世紀末以降、ロシア帝国の辺境地として、ウクライナの地方性を強調する。 小さなロシアという意味に変わった。20世紀初頭に小ロシアは、ウクライナの知識人によって別称として認識されるようになり、マスコミ、文学、学問、政治などにおいて、ウクライナに改変された。20世紀に存在したウクライナ人民共和国、並びに、ウクライナソビエト社会主義共和国において、小ロシアは、否定的な意味を持つ用語として公式な仕様から、 削除された。現在のウクライナでも、小ロシアは、否定語の色合いを維持している。しかし、ロシア連邦の政府関係者、右派的マスコミと研究では、現在のウクライナに対し、小ロシアの用語は用いられることがある。小ロシアの地名に由来し、ウクライナ人の間に見られるロシアに対する劣等感、小ロシア主義という社会的、心理的現象が存在する。 その現象の原因は、ウクライナが長い間に、ロシアに支配されて、政治、社会、学問、文化などの多面において抑圧されてきたことにあると考えられる。小ロシア主義の信奉者は、ウクライナ人でありながら、ウクライナの政治、社会、文化、伝統に対し偏見あるいは敵意を抱いて、発展の必要性を否定しており、ロシアの社会を崇めて、 ロシアの文化を優先し、ウクライナを、ロシアの政治文化圏の不可欠な国あるいは地方として、位置づけている人である。19世紀のウクライナ知識人、ムイハー・イロド・ラホモアノーの王は、小ロシア主義者は、ロシアの文化的影響によって、ウクライナの国民性が屈折されて、ロシア化した、ウクライナ人であると定義している。また、20世紀前半のウクライナ政治論者、 ウヤチェスラー・ウルイプインシクイーは、小ロシア主義が、部国の民の病、奴隷の真理であると述べている。小ロシア主義の反対語として、マゼッパ主義という用語が用いられることがある。小ロシア主義の信奉者には、コサックの異性者、イヴァン・イースクラト・バスイーリ・コチュベイ、作家ニコライ・ゴーゴリ、政治家、パウロ・スコロパードシクイ、学者、ウラジミール・ベルナドスキー、 技術者のセルゲイ・コロロフなどが数えられる。ありがとうございます。